皆さんこんにちは。個性的な演技と存在感はもとより優しい語りでも親しまれた市原悦子さん。あらやだ死んでるというモノマネネタでも知られる名女優でしたが、2019年に惜しまれつつ亡くなりました。死因を明らかにするとともに、50年以上住んでいた自宅についてまとめます。子供や夫など家族に関心が寄せられていることから、遺産の行方に注目が集まっているようですね。また認知症だったという噂やミッキー吉野さんとの関係についても合わせてご紹介いたします。本名塩見悦子、年齢1936年1月24日生まれ、血液型 A 型、身長160センチ、出身地千葉県千葉市、出身校早稲田大学第二文学部演劇専修。市原悦子さんは10代の頃容姿にコンプレックスを持っていたそうです。20歳の俳優座養成所時代に大好きだった俳優が練習しているところを食い入るように見ていた市原さんは、その俳優に声をかけられます。ドキドキしながら言われた通り楽屋へ入ると、どこの生まれかと聞かれます。千葉ですと答えると、千葉の顔だねと言われ、傷つき綺麗な顔で生まれたかったと思ったそうです。しかしある監督に美人はつまらないよと言われ、劣等感をバネにして満たされないものを満たしたいという思いが原動力になると思ったそうです。家政婦は見たシリーズの主演や漫画日本昔話の独特の語り口で高視聴率を獲得したベテラン女優の市原悦子さん、長年テレビで活躍した印象が強いですが、30歳半ばまでは俳優座の看板スターでした。ハムレットや三文オペラをはじめとする舞台での卓越した演技力は、演出家の浅利慶太さんを戦後新劇界最高の女優と言わしめたほど有名な当たり役は、やはり家政婦は見たシリーズの石崎明子役だと思いますが、大河ドラマ秀吉で味わい深く演じた秀吉の母中役を記憶している方も多いでしょう。市原悦子さんが82歳で死去したのは2019年1月12日13時31分でした。死因は心不全と公表されていますが、前年12月に体調不調を訴えて検査したところ盲腸と診断されて入院しています。ところが血小板が少ないために手術が難しく、投薬による治療を開始、一旦は回復し、おやすみ日本眠いねの語りを収録するまでになり、12月30日に退院していました。年末年始は自宅で過ごしたものの、再び体調が悪化して年明けの5日に再入院、8日には話しかけてもほとんど反応がない状態になっていたそうです。姪の話によると、最後の数日間はほとんど食べることができず、徐々に衰弱していき、心拍が速くなって息を引き取ったとのこと。日付が変わった13日の未明に放送された、おやすみ日本眠いねでは訃報は伏せられ、盲腸のため入院中であることが報告されました。市原悦子さんは夫と50年以上も同じマンションで暮らしていました。自宅は都心の一等地にある赤い外観のヴィンテージマンション、場所は新宿区と言われています。まだ俳優座の舞台女優だった頃、清水の舞台から飛び降りる決意で購入したというそのマンション、内装の素材に使われているのは木と紙だけだそうですから、温かみのある風合いが気に入ったのでしょうか。しばらくすると1階上の部屋が売りに出たので、そちらも購入。下の階はプライベートな居住空間、上の階は稽古場、応接間、夫の書斎兼になっていました。生前時間のある時は何をしているのかとインタビューで聞かれると、お片付けと答えていたという市原さん。住所録は引き出しの何番目、習字道具は押し入れの上から何段目の棚の右側というように、自宅のどこに何があるのかを正確に把握していたそうです。無駄なものが一切ない、すっきりと整った自宅だったことでしょう。市原悦子さんは結婚後20代と30代の時に妊娠していますが、どちらも流産するという辛い出来事を経験。夫の塩見聡さんとの間に子供はいません。子供を望んでいた市原さんは一人で泣いた夜が何度もあったそう。救われたのは子供のいない人生もあるさという夫の言葉でした。俳優座養成所の同期で舞台演出家の塩見さんと結婚したのは1961年、おしどり夫婦として知られ、市原さんの主演舞台の演出をするなど女優業に邁進する妻を陰で支えてきた塩見さん、1971年にはそろって俳優座を退団、
翌年にバンシュプロを立ち上げました。そして結婚から53年が過ぎた2014年、塩見さんは帰らぬ人に肺がんが見つかり、手術を受けた後に肺炎を併発し、妻に看取られて先立ちました。市原さんは悲しみのあまり不眠になり、最愛の夫の遺骨とともにしばらく自宅に引きこもってしまいます。前述のように市原悦子さんは夫と死別し、子供もいませんでした。実家の家族構成を見てみると、銀行員の父と元教員の母の長女として誕生しています。三姉妹の長女と紹介する記事がありますが、4歳違いの兄がいたことがご本人の発言から分かっています。戦時中に爆弾が落ちた場所を兄が見物に行ったという話をしているので、その頃は健在だったのでしょう。その後戦争で亡くなったのかもしれません。さて、子供がいない夫婦が2人とも他界した場合、遺産の法定相続人は誰になるのでしょう。市原悦子さんは元祖2時間ドラマの女王と呼ばれるほど、長期にわたりサスペンスドラマの主演を務めた女優でした。2時間ドラマの主役クラスの出演料は1本およそ500万円なのだそう。60年を超える女優のキャリア相応の遺産を残したと考えるのが自然でしょう。子供がいない夫婦の場合、後に死亡した人の父母、祖父母、兄弟姉妹、甥と姪の優先順位で相続することになります。例えば被相続人の母は健在だけれど、父はすでに他界しており、祖父母が存命している場合の相続人は1人、つまり直系存続として母のみが全てを相続することになります。年齢を考慮すると市原悦子さんの両親はおそらく他界していると思われます。ですが没後の12月の時点で2人の妹が健在であることが分かりました。遺言書を残していたとか養子縁組をしていたという情報もないことから、遺産は彼女たちが相続した可能性が高いでしょう。兄弟姉妹が2人以上いる場合は均等に分けることになります。一般的な墓地と違い、遺骨を土に埋めて木々を墓標とする樹木葬という形で埋葬された市原悦子さん、最愛の夫が安らかに眠れる場所を探し求めていたとのことですが、子供に恵まれなかったことも自然葬を選んだ理由だったのかもしれません。晩年の市原悦子さんは認知症だったのではという噂があります。2015年には NHK 出演時に差別用語、放送禁止用語を言ってしまい、当時 NHK アナウンサーだった宇藤アナが謝罪することがありました。また2017年1月に体調を崩した時の病気である自己免疫性脊髄炎に悩まされ、リハビリしますが以前のようにはならず、手足を動かしにくくなったり、薬の副作用で顔がむくんでいるという噂もあったり、公の場でなかなか姿を見ることがなかったこともあり、認知症ではという噂になったようです。晩年はあまり体を動かすことができず、最後の仕事は車椅子に座って収録していたそうです。ですが噂レベルのもので、市原さんが認知症だという明確な証拠はありません。最後にミッキー吉野さんとの関係をお話しいたします。ロックバンド五大悟のピアノを担当するミッキー吉野さん夫婦とはプライベートで親交があり、市原悦子さんの夫が亡くなった後に一緒に千葉や東京のお寺を回り、亡き夫の墓を探したりしたそうです。そんなミッキー吉野さんは、市原悦子さんが亡くなる数日前にお見舞いに行くと、ミッキー吉野さんがお見舞いに来てくれて嬉しがる市原さんに、ミッキー吉野さんはちょっと歌ってあげたそうです。すると市原さんは涙を流しながら、聴く人の心臓に突き刺さるような演奏をしてねと遺言を残したとミッキー吉野さんはコメントしました。そして市原悦子さんの通夜でミッキー吉野さんはピアノを演奏しています。いかがだったでしょうか。今回は市原悦子さんの死と遺産、認知症ではないかとの噂について調査しました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。